こんにちは。株式会社ウォーターダイレクト新卒採用担当の北島です。私は2013年4月に新卒1期生として入社いたしました。今回募集している職種は東京本社の管理業務全般です。皆様には全部署を経験いただいた後に適性に応じて配属が決定いたします。他部署の方々とはお仕事を通して関わる機会が多く、厳しくも成長を感じる環境でお仕事ができています。それでは広報担当の池田と総務 IR 担当の石井にインタビューをしてみましょう。広報 PR を担当しています。会社の取り扱っているウォーターサーバーや、天然水、あとは会社にまつわる、新しい情報、全てをですね、メディアの方々に、メディアの方々と、あとは お客様ですねに、情報を、新しい情報を広く発信できるような活動を行っております。私がその、投資家向けの広報ということで IR を担当しているんですけれども、会社の企業価値の向上みたいなのを、ね、目的に仕事をしていて、はい、あとはそれプラス総務の仕事をしていて、備品1個からオフィスのレイアウト変更であったりとか、そういった大きなことまでやったりしています。もともと総務がやってる仕事って本当に幅が広いんですけれども、その備品一つにしてみたりレイアウト変更もそうなんですけれども、あとは保険であったりとか、そういった本当に会社の何でもやみたいな感じで、ほとんどが未経験だったんですけれども、そういった意味ではこう若いうちから責任ある仕事を任せてもらえるっていうところではすごいやりがいを感じてますね。自分の考えた新商品の情報が思った通りに記事になったこととか、あとはお客様からいただく声が、やはり発信が自分だったものがお客様にそうやってきちんと思惑通りに伝わっていたこと、そういうのを感じる時が一番やりがいを感じますね。厳しいですよね厳しいの一言に尽きるっていうのがあるんですけど、その中にこう優しさが秘めてるっていうのはすごい感じるんで、新しいことに誰でもチャレンジできる環境を与えてくれる。でそれを厳しいなって思ったりもするんですけれども、それをやった後っていうのはやはり自分の糧にもなりますし、結構生駒さんに言われたことを達成すると、はい、その後のこう知識とかそういうのがすごい自分でついてるなっていうのは感じるんで、やっぱそういうところでやってると、きっちりやれてよかったなとかっていうのはもう絶対後々将来役に立つことだったりするんで、IR って言えば石井さんだよねみたいな感じに、こう投資家の方からも社内からも思われるような存在になりたいなっていう、ウォーターダイレクトの認知度が本当に徐々に上がってるなっていうのは非常に感じていて、でもまだもっともっと認知度が上がって、あと学生さんたちにもウォーターダイレクトに入りたいみたいな形で言われるような、そういう大きなビッグなところを目指していきたいなとは、思います。新卒と呼ばれるのは一生に一回なので、一社でも多く会社を回って自分に合った企業を見つけるよう悔いのない就職活動をしてもらえればと思います。それではお会いできるのを待ってます。